HR8799B とは地球から見てペガス座の方向に128.5光年離れた位置にある恒星 HR8799 を公転する太陽系外惑星である。惑星を直接撮影して発見された初めての太陽系外惑星の一つである。HR8799B は A 型主系列性の HR8799 の周辺を交点する4つの惑星の一つである。HR8799B は同じく HR8799 を交点する HR8799C、HR8799D と共に2008年11月13日に存在が公表された。 HR8799B は2004年7月14日から2008年9月18日までに WM ック点問題、ジェミニ天文台、ハップル宇宙望遠鏡によって撮影された赤外線領域における画像から発見され、見かけの位置の移動から HR8799 の周回軌道に乗っていることが分かった。これは、 惑星そのものを直接撮影して発見された例としては初めてである。なお、2M1207 ビットは HR8799B 以前に赤外線画像で直接撮影されているが、一般に惑星とはみなされていない。なおこの日は、可視光領域で初めて直接撮影して発見されたフォーマルハート B も同時に発表されている。ただし、フォーマルハート B は、 惑星の像ではないという説も出ている。HR8799 の惑星は可視光では撮影されていない。また、この時には HR8799E は見つかっていない。HR8799 に惑星が発見された後、HR8799 を撮影した古い画像の解析が進み、 2009年4月1日には1998年10月30日にハップル宇宙望遠鏡で撮影した画像中に2009年5月11日には2002年7月19日に国立天文台ハワイ観測所スバル望遠鏡によって撮影された画像中に HR8799B が映っていることが分かった。なお、1998年のハップル宇宙 望遠鏡の画像は後に HR8799C と HR8799D も映っていたことがわかっている。HR8799B は HR8799 に属する惑星の中で最も遠い場所を公転する惑星である。軌道長半径は約102億 km と太陽系に配置すると冥王星よりも遠い位置にある。 この遠い軌道のため、HR8799B の光転周期は449.7年、または463.3年に達する。2013年現在発見されている太陽系外惑星の中で、光転軌道は HR8799B より遠いものは多くあるが、光転周期がわからないものが多く、太陽系外惑星の中ではヘビツカイザ11番、 生 B の2000年、フォーマルハート B の872年に次いで3番目に長い値である。離心率はほとんど0であると推定されている。軌道要素のそれぞれの値は中心性である HR8799 の質量の不確かさが影響している。HR8799B と HR8799C。 HR8799D は3惑星の間で4、2、1の軌道共鳴をしていると考えられている。HR8799B と木星の直径の比較。HR8799B は先術の通り主星である HR8799 よりかなり遠くに位置する。しかし、HR8799 が 太陽の4.92倍明るい構成であり、また惑星系の生成年代が2000万年から5000万年と若いため、表面温度は約摂氏600度と高い。この温度により、直接撮影されるきっかけとなった赤外線を放出しており、その高度は太陽の1万分の1程度を約3.1021ワットに達する。しかし、 見かけの等級は HR8799 の10万分の1以下である。見かけには暗い赤色をしていると考えられている。また、表面温度が低いために HR8799 の惑星の中で明るさは最も暗い。HR8799B は木星と比較して直径は1.1倍から1.3倍であるが、 質量は5倍から11倍もある。特に上限は、褐色矮星の加減である13倍に近い。このため、平均密度は5 0 g 毎立方センチメートルにもなる。HR8799b の大気の素性は不明である。ただし、HR8799 系を包む、大規模なゴミの円盤には一酸化炭素、メタン、および、 アンモニアとアセチレンのどちらかまたは両方が含まれており、大気の蘇生に関連する可能性がある。ゴミの蘇生は HR8799B の分光観測によって調べられた。これは HR8799B が HR8799 から約1.7秒角と十分離れているからである。ありがとうございます。